今回はジャズという雑誌の1975年4月号をめくってみましょうね。というのは前回1975年3月号の読者投稿コーナーを見たらですね、丸々2ページ見開き、たった一人の人の投稿が乗っかっていたんですね。口笛吹きのブルースというタイトルのあの動画じゃないや、読者投稿だったんですけど、まあ学生運動をやっていて学生運動に疲れてジャズ喫茶に行ったら、 なんか敵対するなんか学生運動のグループのかつての女性リーダーの女の子がいてそれでその子がやってきてそれでなんだっけキリマンジャロの娘かなマイルス・デビスの,のアルバムが流れている時にチュッとしたというようなお話でそれで、えー、っとそれこ,こら辺でその後 なるようになったみたいな感じ。その時ソーラーを聞いたとか、そこら辺で終わっちゃって、次号に続くみたいな感じだったんですよ。面白いですね。読者投稿が次号に続くっていうのもなかなか珍しいんです。まあ、それだけ長い、あれなんですね。紙面の関係で、途中で分割せざるを得なかったのかもしれませんし、 はがき自体も、はがきというか手紙かな、便箋で多分書いてあると思うんですけど封筒に出たような状態でね。それが2回にわたって、あるいは3回にわたって送られてきていたのかもしれませんけれども、まあ、とにもかくにもですね、今回は、あのジャズという雑誌の、えー、最後のページの方ですね、インプロビゼーションという読者投稿のコーナーを読んでいきたいと思いますけれどもね。あ、最後から、ここですね。 口笛吹きのブルース、原正春。原、かっこ。あ、カタカナで正春。<laughs> この号も、あれですね。この人だけしか掲載されてませんね。今回1ページですね。じゃあ読んでいきましょうね。口笛吹きのブルース、原正春。労働、ん労、労組あ、労働組合の労組か。労組結成の動きは自然と俺と N 子を中心にして展開していって、あ、そっか、N 子さんっていう人は、 あれなんですね。その原さんという方が就職したなんか怪しいブラック企業のようななんとか通信社っていうところであの知り合ったわけですよね。知り合ったというか再会したわけですよね、くしくもね。で、えー、N 子を中心にして展開していった。女の子は,多くは、まえー、多くは生まれて初めての逃走経験に興奮気味で、まるで慰安旅行の計画を立てるようなはしゃぎようだった。 しかし見通しは全く暗かった。第一に時間的な余裕はまるでなかった。絵の子を除いて女の子全部が自宅からの出勤で、その上ほとんどが通勤時間が1時間以上だった。だから会議も早めに切り上げなくてはならなかったし、場所についても会社近くの喫茶店は避け、会議のごとに転々とした。そんな悪条件の中で何とか格好がついたのが、動き出して10日が過ぎた頃だった。 最低賃金の保障と職務内容の改善を要求に据え、会社側との断交を求めようということになった。それも短期決戦が必要だった。なぜならもし交渉が決裂した場合には、現実問題として俺たちは急遽新しい職場を見つけなければならない。そのためには、時期,時期的に見て4月数旬までが限度なのだ。だから組合結成にも会社側との交渉にも十分な時間をかけられないのだった。だからといって、 この女の子が圧倒的な数を占める俺たちとしては実力行使も不可能だった。そんな時間的、組織的な弱点以上に大きな障害があった。それは決定的とさえ言えるものだった。そしてそれは N 子も気がついていない俺だけの知っていることだった。俺はそれに気づいた時俺たちは間違いなく敗北すると確信したものだ。一言で言えば俺たちがまだ正社員ではないということだ。 もちろんその旨を地区の労働組労働委員会に届け、資格審査を受ければ俺たちの組合は正式に認められるだろう。それは良いのだ。だがそのためには、俺たちのうち一人でもいいから正社員であることが必要だった。つまり、会社で規定した3ヶ月の使用期間を終えていなければならない。ところが俺たちは全員が使用試験中のみだった。最初から新入社員だけで動いてきたのがまずかった。 と言えば言えるのだがしかしそれはやむを得なかった朝礼社訓三章と軍隊式にしかもくったくなくやっている先輩を見るととても組合の話など切り出せるものではなかった 朝練 <laughs>、社、社訓参章するわけ。<laughs> なんだか、お客様は神様ですお客様は神様ですお客様は神様ですなんかそういう社訓みたいなのがあるんですか電伝通鬼の十訓みたいなのが、三,三章三回言うわけですよね。まあ短いやつなのかな。なんかリッツ・カールトンホテルのクレドみたいなやつなのかな。なんか毎日読んでるみたいですよね。まあ、まあそういうのを、まあ朝練の時やるんでしょうね。それで、 あの、一致団結というか、仕事に対するモチベーションアップしているんでしょうね。で、それを先輩社員たちは危機としてやっていたので、まあ、とても話が切り出せなかったということなんでしょうね。えー、そんな、使用期間中という俺たちの立場、俺たちの掲げる要求自体の証拠も突き崩していった。最低賃金の保障は俺たちの要求のうちでも最も切実なものだったが、俺たちはその要求の法的根拠を最低賃金法に置いていた。だからそれもまた俺たちの味方ではなかった。最低賃金法はこれを使用期間中は適用せず、 またしても使用期間かと思わず俺は埋めいたものだ。だから俺はそのことをみんなに話さないでおこうと思った。どっちにせよ俺たちは負ける。そして傷つくだろう。だが同じ傷つくなら交渉の過程で傷ついていった方がいいんだ。俺はそう考えていた。そう考えながら俺のもう一つの心はラウンドミッドナイトの旋律を追っていた。全く勝ち目のない俺たちだったが、ただ一つ俺たちの側にも、えー、なんだ、握む ああつあなんとかあ、ごめんなさい。つかむ藁ですね。つかむっていうジムが難しいですね。俺たちの側にもつかむ藁があった。というより、会社側の手抜かりといった方が当たっているだろう。会社説明の際、業務内容や営業成績などの説明に収支する、あ、始柱するんだってますね、えー。営業成績などの説明に支柱する係の者に対して、俺たちが再三再四にわたって就労条件の説明を求めたにもかかわらず、 彼らはそれを入社後3日間を過ぎ、俺たちが実動し始めるまで話し出さなかったのだ。この点を突っ込んでいけば、かすり傷ぐらい負わせることができるかもしれないと思った。たとえかすり傷がダメだったとしても、それを契機に俺たちの怒りを噴出させることはできる。そして、それしかないのだ、と俺は思った。<laughs> み、みかんって書いてあるんです。もうこれで、みかん <laughs> で、えー、編集部から、都合により、事号よりしばらくの間、口笛吹きのブルースを休ませていただきます。 え、これ連載なの休ませていただきます連。連載に使われる言葉ですよね。でもこれ読者投稿欄にありますよね。なんか、編集部の人とかが書いてんのかなわかんないけど。え、なんだ俺たちは負けそうになる。いや、でももうちょっとで、この点を突っ込んで、かすり傷ぐらいを負わせることができるだろう。それしかないのだと思って、未完。<laughs> まだ終わってま、終わりませんみたいな、なんか車田正美の男坂の終わり方みたいですね。未完っていう感じで <laughs>、えー。なんか続きが気になるけれども、まあ、インターネットのない時代って、あれなんですね。毎回毎回喫茶店を変えたりとかして打ち合わせをする必要があったんですね。今だったら LINE とかでね、いろいろメールとかで打ち合わせできるけれども、まあ、ね、喫茶店、膝を突き合わせて打ち合わせるしかなかった時代の、 ちょっと、もう今そういう生活想像できませんけれどもね、ぐらいな感想しか言えない自分がつ、ちょっと、つらいわ。何もこれに対してコメントジ。ジャズに関してって、ラウンドミッドナイトの戦律を追っていただけじゃないですか。俺のもう一つの心はラウンドミッドナイトの戦律を追っていた。今回は、 あの何も出てきませんでしたねマイルスのキリマンジャロの娘もソーラーもねでもまあこの人マイルス好きなんだなとは思いましたね好きか嫌いかはちょっと分かんないですけどとりあえずマイルスの旋律が染みているとかシチュエーション的にマイルスな人なんだなとは思いましたねキリマンジャロの娘ミス・メイブリーだったりとかねソーラーだったりとかラウンドミッドナイトまあ文句の曲ですけれども、まあ、ラウンドミッドナイトあラウはラウンドアバウトミッドナイトというアルバムの中に収録されて、まあ、マイルスを代表するね名盤の一 ですからね、それぐらいしか言えねえわ、今回は。まあいいや。<laughs> そういうこともあるでしょう。ということで、今回はですね、えー、ジャズ1975年の4月号の読者投稿欄、インプロビゼーションというところを読んでみました。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。